2020年3月の29日です。今日は来世の光について喋ります。こんにちは。今日は来世の光について喋りたいと思います。この光、実はですね、西日本豪雨というすごい7月7日に、真備町を襲ったすごい豪雨があったんですけども、この隣なんですけども、その真備に行って魂がブワーッと輝きましてですね、もう何とも言えんその寂しさ、虚しさ、これは次元を上げなあかんなと思って、魂という作品がどんどん光を帯びていったんです。その後も降り続いてですね、いろんな絵ができたんですけども、最後にですね、もうこれ描いてる時にですね、もう自分は亡くなってもいいと、来世の光に向かうんだという作品が、できたんです。それをわざわざ取り出してですね、今日ですね、来世の光を自分がこの上からですね、もう光る色はないかなと思いましたら、パープルレッド、パープルイエロー、パープルという色がありまして、それを上からガンガン、ぐるぐるぐるっと巻きつけるようにして描いたんですね。これで、自分はこの魂がですね、今世はもう終わったと、来世に行くんだという時に、もう僕は生まれ変わらないんだと、この光のもとに行くんだと、魂はという気持ちでですね、今日また書いたんですけども、今コロナウイルスによって全世界が蔓延して、東京、大阪、ニューヨーク、ロンドン、パリ、マドリッド、いろんなところがですね、全部封鎖されて、今自宅の中で、この YouTube を見て世界中から発信してるんです。これはね、この自分のアトリエからね、全世界に発信できるということはすごい日なんですよ。そしてみんながこれを見れるようなチャンスがあるんです。今まさに自分の内面を見つめる時が来たんですね。この内面を見つめるということが一番大事なんですね。忙しいからといって、今まで人類は忙しすぎたんですよ。そして回りすぎて、もういろんなところへ行きすぎて、人のことを考えてない、そして自分のことを見つめられない、そういう時代やったんです。これがですね、このコロナウイルスによって、自分の内面を見つめて、そして自分のパッションは何だかと、魂は何を求めているんだかと、魂に正直に生きようと思ってるはずなんです。これが大事なんですよ。魂に正直生きると、自分が好きなことをしよう、ワクワク、ウキウキ、ドキドキすることをしようと、これが魂なんですよ。ところが人間の法律とか規則とか社会というもので縛られてたんですね。それから解放されて、自分がやりたいことをやる、そして魂が輝く、ウキウキすることをやるということが目覚める時が来たんです。まさにですね、いつこのウイルスは終焉を迎えるか分かりません。ひょっとしたら今年1年、2年かかるかもしれない、もしくは5年かかるかもしれない、これは分からない、誰も予測がつかんのですよ。その時にまず自分のこの周りですね、自分の自分自身、自分の家、そして自分のファミリー、そして自分というこの家の中におる自分、これは宇宙なんですよ。この宇宙の中に、今あなたの中に自分を見つめる時が来たんです。細胞と会話し、そして魂と会話し、心の奥底を開く時が来たんですよ。これが魂力なんです。
自分が必死で生きてたら人のこと考えれないし、自分がもう酸素がなかったら頂上を登るときはもう息ができないから人のことを考える暇がない。そして今コロナウイルスにかかってね、人工呼吸器をやってる人は自分のことしか考えない、人のこと考えれないんですよ。そういう時に自分は何を見つけるか、光ですよ。光しかないんです。自分は向こうに輝いてる光があると、そして楽しいことを考える、思い浮かべる。そうすると魂はそこへ行くんですよ。思うところに魂は行けるんです。今現実にここにいてますけど、魂は好きなとこ行けるんです。好きな人に会えるんです。好きなことをできるんです。これが魂のスピリット、魂が自由になるということです。亡くなったら、肉体から離れたら好きなとこ行けますよ。地獄界にも天国界にも行こうと思っても天国界に行けないんです。なぜかといえば魂が輝いてないから、光り輝くところに自分が行っても眩しくて行けないんですよ。もっと行こうと思っても先行けないんです。だから生まれ変わるんです。何回も生まれ変われないということは、自分の魂が満足しているということ、成長し輝いてるから、その輝いてる元へ行けるんですね。輝いてないとこ行けないでしょ、暗かったら。だから輝くしかないんです。自分が前世よりも輝く、そして今世やり残したことがない、これが一番なんですよ。それをこれからこの時間がある今ですね、自分を見つめて本当の自分と向き合って来世の光に向かってください。これが僕の来世の光です。うわはははは、うわはははは、チャンネル。